おいら腹減ホトクんか食うもん持ってねえだが巨鳥殿先ほどまで口を動かされていたようだが肉食う真似をしてただけだよ少しは気が紛れるかと思っただ巨鳥殿腹いっぱい食べるのは控えるべきかと。 おいらは、腹が減ると、体が、動かなくなるだよ。そしたら、おいら、はどきなくなっちまう。だから、食えるときに食えるだけ食うオイラには、すげえ大事なことだぞ。さっきの会話では、巨長殿に教えられた。死の道は、一筋ではないのだな。おいら、 おめえに何か教えたか教たそれよりまた腹が減ってきちまっただよ <laughs> それがしの食事を少し残しておいた足りぬかもしれぬが食されよ勝家殿東王死の本分とは中よ 先に勝家殿は言われた死の本分忠にありとでは忠を捧ぐべき主を失ったならばいかんたらればの話に答えがあろうはずもない目の前に宙尽くすべき主あれば尽くすのみよ <laughs> なるほど<な>お互い 宙の向く先を失わぬことを祈るのみ先に「死の本文宙」と答えたそれを翻したい「ほう」「死の本文言葉になどできぬそれより目の前にて体現せるものを見るべきよ」